寝てた？わあ、すごいいっぱいの人が来てくれてる、嬉しい。なんかすごい光ってる？なんかさ、これ何？こんな、なんかこんな派手だったっけ、ショールームって。嬉しい。でもわあ嬉しい。なんか久しぶりすぎて何話したりかわかんない。こんばんは。お仕事してきた。そうなんだ、お疲れ様。お仕事大変だね、こんなにさ雨降っててさ、湿気が多くて髪も ボサボサになるのにね。大変そう。ひよたんもお疲れ様だって。ひよたんね、疲れてない。今日学校だった。大変だね、学校も。めんどくさいよね、朝から。タオル、あ、タオル可愛いでしょ。そう、あの今日発売だったんです。今日発売です、タオル。可愛い。ちょっと派手め今回。これみんな同じなのかな、色とか。0123、今回のタオルってみんな同じなのかな、わかんない。同じ。ひよたんの買った、あ、ぜひゲットしてください。ずっとギャル。ひよたんアホ毛かわいいって言わないで、アホ毛見ないでよ。だってしょうがないじゃん、今日台風なんだもんもん。ごまかす。今日メイク濃いの？え、嘘、濃い？嘘だーね、やだやだやだ、濃くないよ、ナチュラル、ナチュラル。つむじかわいい。嘘ね、つむじとか見られてるの？嘘でしょ。ちょっとじゃあ前かがみになるのやめよう、なるべく。かわいいだって、ありがとう。ひよたんかわいいって言われたいんだよね、本当にいっぱい。髪の毛伸びた？本当？そう、伸ばし中。髪の毛切りたいけど伸ばし中。でも多分ひよたんは切ったら切ったで絶対ね嫌だってなっちゃう、飽きるから。だから伸ばし中なの。ショートも似合いそう。嘘、本当？ショートやりたいけどな、やりたいけど勇気が。ひよたん今までさロングで来てきたからね。またひよたんって言っちゃった。最近ひよたんって言うのやめようって思ってるのに、また言っちゃった。じゃあこのショールームでひよたんって言うのやめよう。もうこのショールームでは一人称を私にします。エクステする？エクステしない。ロングがいい。え、めっちゃロングがいいってきてる。本当にロングがいいかな。じゃあロングのままにしようかな。ハートロワイヤルだって。第一プリンセス。ツインテールしてと。でゴムないんだもん、手で。よいしょ。どんな髪型でも可愛いだって、嬉しいな。トッパン。トッパン懐かしい。元気かな。トッパンって言ってた子、小学校が同じだったんです。夢売ってます。最近のマイブームは、なんだろう最近のマイブームは。あ、でも韓国ドラマにすごいハマってます今。韓国ドラマをよく見るかな。あとアニメも最近見る。地獄楽と推しの子見てるんだ。あとワンピースをねまた一から見てる。ひーちゃんとのエピソード？ひーちゃんとねずっと LINE してる。そう、遊ぼうっていう話を永遠にしてる。次いつ遊ぶって。そう、ひーちゃんは本当に面白いの。ひーちゃん大好き。ひーちゃん会いたくなっちゃった、ひーちゃんの話したら。今何してんのかな、ひーちゃんは。ひーちゃんショールームするのかな今日。いつかひーちゃんとショールームしたいな。餃子？餃子は最近食べ行ってない。なんかねここだけの話、餃子ブームちょっと過ぎ去った。そうだから
インスタに餃子大好きって書いてるんですけど、消そうかな。餃子、今何の方が好きかな。今はね、あ、今韓国料理にすごいハマってます。そう、今韓国料理好き。まさかのブーム。そう、ブーム終わっちゃった。なんかスープ系、辛いスープが好き。なんだっけ、あの韓国料理かどうかわかんないけど、最近すごい辛い食べ物が好きで、なんだっけな、なんだっけ、こういう、もういいや、忘れちゃった。トッポギ、いや違う、トッポギじゃない、韓国料理じゃないんですよそれ。でも辛い、なんかナッチョさんもそれ好きって言ってたんですよね前。なんだっけ、全然思い出せない。忘れんな。ごめんねん。あ、そう、なんか、そう、サンラータンみたいなやつ。え、サンラータン、いや、サンラータンじゃないな。え、なんか、なんとかタンみたいな、そういう系です。なんだっけ、ヤフォーとかじゃないんですよね。え、なんか、なんとかタンみたいな、いろいろそういう単系のご飯ってあるじゃないですか。なんでもないです。よいしょ、違う話にしようと。ひよたんってすごい呼ばれてる。ひよたんです、やほやほね。ショールームって何話せばいいんだっけな。あ、最近ひよたんハマってることあったわ。最近あのマリオカートにすごいハマってるんです、お家で。あのスイッチのあれってすっごい面白いですよね。ひよたん今まであんまりやらなくて、ゲームとかを。でもマリオカートにすごいハマってます。モートンが一番好き。モートンとロイが好き。知ってる、モートンとロイ可愛いんだよ。モートンとロイがすっごい好き。日向でさ、日向のメンバーでマリオカートやってる人いないかな。映画、マリオカートの映画があるんですか。マリオカートの映画知らない、ひよたん見たい。今もやってるのかな、わかんないけど。ミーパンの舞台行ったの、はい行きました。ミーパンさんの舞台もうね本当に最高でした。私は博多座で見たんですけど、もうさすがって感じでした。さすが母、歌うますぎたしスタイル良すぎて何回も見たかった。前田屋、前田屋行ってないのよ今回。そう、この前ね福岡帰省した時は前田屋行けませんでした。悲しい。そう、前田屋っていうもつ鍋のお店があるんです、福岡に。私おすすめのもつ鍋のお店。あら、なんか光が差してきた。ね、また舞台やってほしい。ありがとうございます、ひよたんも。いつか舞台やりたいよ。いつか、ま、なんかミュージカルとかやってみたいです、いつか。叶うかな。オットタクシー、あ、見てくれたの、ありがとうございます。そう、ひよたんもつ鍋大好きだけど、実はもつ食べれないんです。そう、あんまりもつ、マブダチになってください。いいですよ、マブダチになりましょう。マブダチ、マブダチ。あ、もう1万5000人の方が見てくれてる、嬉しい。こんにちは。ギャルピース、こうだっけ。
合ってる？いいです。今日なぜ配信をだってね、今日なんで配信をやったかというと、あのなんかちょっと久しぶりにやっちゃおうかなみたいな、そうやっちゃおうかなみたいな感じでやってます。そう、告知？告知ない。あ、このグッズぐらいです。あのグッズが今日発売ですよって、そんぐらいです。そうそう、ノリノリって言われてる。ノリだよ。理由がギャルだってね。ひよたん最近すごいさ、ギャルって言われるんだけど、どうしたらいいね。ギャルって言われるのちょっと嫌なの。マイルドギャルって呼んで、それかソフトギャル。なんかギャルじゃないんだよね実は。あんまりだってギャルじゃん。ギャルじゃないよ、違うよ。 YouTube 何したいね、思った。ひよたんもさ、いずれ多分やるじゃん YouTube の企画。何やりたいかな。ルノンちゃんと愛犬のワンちゃん飼ってるんですけど、ルノンちゃんとお家でゴロゴロするっていう企画をやりたいです。誰が見るんだよって感じの企画を。あ、待って、ひよたんって言ってたかも。確かにひよたんってめっちゃ言ってるってコメントで言われた。待って、もう忘れてた。だってじゃあ今から、今からね、今からひよたんって言わないの開始しよう。ずっと言ってた、嘘、ごめん。ね、やだやだやだ。あ、確かにメンバーでパーティーみたいなのしたい。日向坂チャンネルでメンバーでパーティー、マリオカートしたい、メンバーと。誰、クミさんとかはめっちゃ強そう、マリオカート。わかんないけど、全然予想で言ってる。あ、確かに餃子パーティーとかめっちゃしたいかも。あ、みくぎちゃんが強いの、マリオカート。なんでそんな数知ってるの。マリオカート強いんだ。今度聞いてみよう、マリオカート強いのって。マリオカート強いって言うのか、速いって言う。マリオカート強いって合ってるのかな。みくみさんの餃子食べたいね。わかる、みくぎちゃん何でもできる。わかる、みくぎちゃんって何でもできるよね。すごいよね。え、みんなみくぎちゃんうまいこと知ってる。有名な話なんだ。ひなも強いの。ひなも強いって今あった気がした、気のせいかな。人狼は私やらないんですよ。でもみんな結構今ひなたのメンバーで、あの人狼が流行ってるから、いつかやりたいなって思うんですけど、ちょっともうなんかメンバーが決まっちゃってきて、ちょっと今から入れてっていうのが言えないです。入れてって。宝塚見に行きます、数日後に。ひよたんすぐ言われそう。本当？ひよたん嘘うまいよ。人狼って嘘つくやつだよね。ひよたん人狼絶対うまい自信ある。人狼、みんな人狼好きなのかな。人狼ってそんなにさ、みんなやるもんなのかな。だからとか、スージーのミュージカル行く、絶対行く、絶対行きます。ひよたんスズの歌声好き。すず、見てる分に人狼やったことない。そうだよね、ワードウルフ。あ、ワードウルフはやったことある。そう、ワードウルフはやったことある。ワードウルフってあれだよね、一人だけ言葉が違うみたいなやつだよね。ウィズの毎日コーデ好き、ありがとう。嬉しい。エナッチョさんの舞台も絶対に行く。ひよたんレミゼ大好きなの。ひよたんって言ったかも。私レミゼ大好きなの。
4期生と最近話してた？だってね、4期生とキラリンチョとねすごい話してる最近は。かわいい、この前ヤッホーってキラリンチョにやったら、タッチしてもいいですかって言われてタッチってやった超かわいい。キラリンチョのチョ、チョって呼ぶこれから。すずがキラリンチョのことをチョって呼んでんだから、ひよたも今度から。あ、まだひよたって言った、やばい本当にやばいもうやだよ、内緒ねこのことひよりんちょう私がそう、もう諦めていいよって言われたねえ、ひどいよ。大丈夫大丈夫、これから次はもう次がちゃんとできる、任せて、次からはできますよ でもさ、結構ひよたんって言ってるの本当にやばいと思う。たんだよ、たん。小西はギャルだって。わかんないまだわかんないです、ギャルか、ギャルなのかな、実は隠れギャル。でも話してみたいんですよね、私自分から行くのがあんまり得意じゃないので、いつか話しかけてみたい。小西ちゃん隠れギャルギャル仲間は志保さんだと勝手に思ってます。志保さんがどう思ってるか分かんないけど、でもこの結構前に志保さんと楽屋が隣の、楽屋の席が隣だったことがあって、志保さんにうちらってもっと仲良くなれるよねって言われて、なんかすごい嬉しくて、それがすごい残ってて私の中では。志保さん忘れちゃったかもしれないけど、だから本当は志保さんともっともっと仲良くなりたいです。いつかご飯とか行けたらいいな、志保さんと。届け志保さんに誕生日祝ってほしい、おめでとう本当志保さんとひよたんって書いてある。そう、志保さんといつかご飯とか行ってみたいな。リップ、今日のリップいろいろ塗り重ねた、3個ぐらい塗り重ねたリアルミーグリ楽しみだね。確かに楽しみ。でもひよたんさ、本当に人見知りすぎて緊張しちゃうの。でも楽しみ、会うの。どんな感じなんだろう、なんか想像できない。普通にあーやっほーみたいな感じなのかな何話す、リアルミーグリで。え、またひよたんって言ってた、嘘だ、言ったかな、握手会と違うの？え、握手会と同じ感じなのかな、わかんない、ひよたんどんな感じでやるのか。でもめっちゃ楽しみ、緊張しちゃうけど I am onion 髪の毛ピンクにしてたって、したい、夏になるから派手にしたい。金髪は去年やったからピンクにしたいけど、ピンクってダメなのかな言うたサイリウムカラーオレンジだからオレンジにしようかな、髪の毛ピンク、髪痛みそうね、確かに髪痛みそう、だからブリーチやらない。みんなでお揃いの髪型したい、リアルミーグリの時どう思います、みんなで同じ髪型オレンジピンク、確かにオレンジピンクにしようかな。オレンジピンクって何
半分でってこと？オレンジに合いそう。嘘、嬉しい。みんなオレンジヘア、みんなオレンジヘアにする。ちょっと奇抜かも、ひよたんレーン。でもみんなちょっと本当にしてきちゃいそうだから冗談って言っときます、早めに。冗談です。青にしよう。青は嫌。青は派手すぎるでしょ。ピンクの方がちょっと馴染みそう。わかんないけど、オレンジとかの方がピンクも派手か。そっか。どっちも派手だって。あら、赤。あ、本当だ。2万人いきました。ありがとうございます。でももう30分経ったよ。早いね。ブラックピンクどうだった？そう、私ブラックピンクさんのライブに行ったんですけど、本当に最高で本当に楽しかったです。朝の本当に3、4時ぐらいに起きて物販並びました。本気本気です。ね、早いよね、30分ね。若林さんもなんかそのライブに行かれてたみたいです。知らなかった。明日髪切ります。へえ、そうなんだ。髪の毛短くするのかな。ひよタンバリン、ひよタンバリン、ひよとね、たまに見る。ね、明日ミーグリだ。そうだ、明日ミーグリですね。楽しみ。何話す？明日はミーグリ。クッション。今日発売です。かなクッション。なんだろう、お花？でかってきたね、大きいでしょ。オレンジ色、派手な、結構大きめ。そう、大きめ。お揃いにしようぜ。明日髪型どうする？え、どうする？何がいいかな。でも明日の服も決めてないから。でもひよたんは多分一発目はおろさない。あ、おろす。そうそうそう、おろすおろす。だから巻きおろしかストレートです、一発目はね、多分です。ポニーテール、意外とポニーテール、最近ひよたもポニーテールしてない気がする。しよっかな、じゃあ明日。高めツイン、高めツインはちょっともうしないかも。ちょんまげ、ちょんまげはしないよ。オールバックはしない。お下げ、ツイン、ツイン、ハーフ、確かにハーフアップ最近好き。高めポニー、確かにポニーテールじゃあ明日やろっかな。コーンローとかやろっかな。嘘です、やらないですよ。坊主もやりません。宝塚メイク、みんなびっくりしちゃうよ。ハーフアップか、じゃあポニーテールにしよう明日は。マリーちゃんと餃子行ってない、行きたい。定点いっぱい、明日定点じゃあ行こう。
雨止んだかな今。全然止まないのかな。今9時半でしょ。夜になったら止んでほしいけどな。止まないかな。え、強くなるの？豪雨？え、そうなの？本当？朝まで？そうなんだ。どうしよう。雨やだな。電車止まってるの？嘘？本当に？そうなんだ。でもさっきお姉ちゃんから LINE が来て福岡やばいって言ってた。だから。あ、落ち着いてきた。ダッシュで帰宅。傘は？傘ないの？おんまゆ待ってます。おんまゆはもう多分一生やりません。そう、あれは勝手に切っちゃったの、ひよたか。だからもうやらない。ルノンちゃん元気だよ。いつかルノンちゃんショールームに登場させたい。いいですかね。今度じゃあ連れてきちゃおうかな。てかミグリとか本当はルノン連れてきたいんですよ。でもいつもダメって言われる。いつも聞いてる、しつこい。ありありだって。じゃあ連れてきちゃおうかな。こんばんは。ルノンちゃんミーグリしたいでしょ。ひよたミーグリですごい、あのペット、自分のペットを見せてくださる方すごい多くて、それがすごい嬉しくて、もう本当にあの可愛すぎて癒されちゃうんです。だからもしペットを飼っている方がいらっしゃいましたら、私にぜひ見せてほしいです。ヘビ？ヘビ見たい。全然何でも見せてください。そう、ペットもね見るの好き。みんなさ何でもなんかひよたんのファンの方は割となんだっけ、ワンちゃんを飼ってる方が多い気がします。もちろん猫も飼ってる人もいるんですけど、ワンちゃんが多い気がする。トカゲは、え、トカゲ飼って飼えるの？トカゲって飼えるの？トカゲって何食べるんだろう普段。トカゲフードみたいな、ドッグフード的なやつがあるのかな、トカゲフードみたいな。コオロギ飼ってるの？あ、コオロギが餌ってこと？どういうことだろう。ネズミ？嘘だ、ネズミ食べるの？反対じゃない？ネズミがトカゲ食べそうだけど。マンモス？マンモスは違うよ。絶対飼ってないよ。フクロウ飼ってる。え、本当に？え、フクロウって飼えるんだ。見たい見たい。なんかひよたん小学校の時なんか冷凍したネズミをくれた子がいました。隣、なんかすごい変わった子で、隣じゃなかった。わかんないけど、近くの席の子が冷凍したネズミをくれました。前それすごい覚えてる、小学生の時。なんでくれたかは全然覚えてないけど、はいって言われてもらいました。すごい、なんでくれたんだろうって今でもすごい思ってます。怖かった、冷凍されたネズミが。ね、なんで持ってたんだろうね。なんでもらったの？だってもらうしかなかったんだもん。袋ひよたん？あ、ほんとだ、すごい。
でもなんか多分ひよたん勘違いされてることが多いんですけど、別にゲテモノが好きとかじゃないんです。ただ味が知りたいから食べてるだけで、別に美味しいと思って食べてるわけじゃないです。この世で知らない味が嫌なので、できるだけ知ってる味を増やしたいだけです。あ、わかる。ひよたんもモモンガめっちゃ買ってみたいって一時期思ってました。袋モモンガで、そのスタッフさんでモモンガを飼ってるスタッフさんがいて、その方にモモンガの写真を見せてもらって、モモンガ情報とかをすごい聞いてます。よく可愛いんだってモモンガちゃん。でも夜行性だからちょっとうるさい時もあるんだって。ミーアキャットでもルノンちゃんたまにミーアキャットに見えるからカワウソって飼えるの？本当？動物園大好き。でも水族館の方が好き実は。水族館行きたい。ひよたん飼いたいだってひよたんは飼えません。ラッコ、パンダ、イルカ、ふう何話す？こういうショールームの人いるかな。本当はちゃんとみんなひよたん本当にうまく喋れるようになりたい。もうやだ、本当にひよたん喋るの下手だよね。しりとりしようって言ってる人いる面白い本当喋るのうまい？もっとじゃあ褒めてそうでも喋るのすごい苦手なんです実は。だからショールームで慣れようかな。これから毎日ショールームしようかな。嘘ですけどあ、なに今みくぎちゃんがなんとかかんとかって書いてあった。読みたかったな。嬉しい。なんか写真集出してほしい。ひよたもいつか出したいんです。写真集いつか出せますように。あ、待って、あった、さっきみくぎちゃんのやつあった。あ、まだ見れなかった。もうやだ。はい、あったぞ。無理だ、諦めるか。マリーちゃんと餃子行ってないんだよ。行きたい。でも餃子飽きたから違うのがいい。焼肉とかがいい。かき氷？確かにかき氷行きたいな。ひよたもかき氷ってなかなか食べ行くことないから。マリー見てるかも。いや絶対マリーちゃん見てないと思う。ひよたん絶対見てないと思う。パルは見てと見てそうだって。いや見てない絶対。ハリオちゃんは絶対に見ない。多分誰も見てない気がする今メンバー。川田さん見てるから。絶対見てない、絶対に見てない、絶対に見てないんですよ。映画、映画最近ね
何でしたっけひよたん RRR っていう映画が見てみたいんです、クミさんがめっちゃ面白かったってすっごい言ってたから見てみたいんですけど、もう終わっちゃったかな、まだ合ってるのかな、わかんないけど。そうインド映画の見た方いらっしゃいますか。そうクミさんが言うなら間違いないよね、わかる。そうクミさんが RRR っていう映画見てひよたん絶対好きだよって言ってたから、ひよたんもいつか見に行きたいよ。え3時間もあるんだ、えそんな、あれ映画って普通2時間ぐらいだっけ。3回本当に3回は見たの、めっちゃハマってる。あまだやってるって、行きたいよ映画とか一人で行くの。うんひよたん一人行動大好き、めっちゃ一人でどこでも一人で行けちゃう。一人行動するメンバーって多いと思う、メンバーの中で。うん？うん。一人でもこの前一人旅行行きたいって思っただけ。予定立てるのが苦手なんですよね。コーヒー飲める？うん、飲めない。飲めないよ、甘いやつしか。一人旅行きたい。どこ行きたい？え、どこだろう。温泉とか、一人温泉旅。どう？温泉が有名なところってどこなんだろう。後ろに虫いるよ。いないよ嘘つき。強めに言っちゃった。海外はちょっとレベル高い、一人で行くのは怖いわ、帰ってこれるか不安。熱海、えそうなの、有名なのかな。大分、あ大分確かに温泉が有名なイメージあるかも。岐阜、え岐阜有名なの。韓国、大分、やっぱ大分が多い。群馬、箱根、台湾。長野、三国と海外。なんか今日三国ちゃんのファンの方がめっちゃ多いのかな。三国ちゃんの話題がすっごい出る。草津、ハワイ。草津ってどこ？またどこって言ったらバカとか言われそう、やめとこ。北海道、え北海道って温泉有名なの。北海道行きたい、前ひなと北海道旅行したんです、ほとんどホテルいたけど。福岡は確かに、福岡行きたい、福岡大好き。山形、みんなと旅行行きたいな、やっぱメンバー全員。大部屋みたいなところで泊まりたいです、なんかほんと修学旅行みたいなやりたいですね、いつか。2期生旅、なんかバス旅みたいなやりましたよね、楽しかった。あのご来光で合ってる？なんだっけ？朝日見るみたいなやつです。そうメンバーのこと大好き。日和のバス旅。ひよたんのバス旅、ひよたん寝ちゃうよ。
ひなちゃんはガチ遅刻ですかね。うん、あれはそういう設定なだけです。嘘です。バスガイドやりたい。ひよたんもバスガイドさんやります。じゃあ、スクショタイム。スクショした？やばい、前髪が丸だ。一大事。よし、OK。餃子ポーズください。餃子ポーズってどんなんだろう。こんなの。宝塚ロケね。確か。もつ鍋ポーズって何？もう難しいです。もつ鍋ポーズは。タオル落ちてる。あれ？もともとこんなんだった気がする。でも確かにちょっと真ん中たるんだ。まあ、いっか。耳かけ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 。だってちょっと前髪長い日よ最近。スクショタイム。止まらないスクショタイム。今日コンディションいい？本当に？やったね、嬉しい。嬉しいわ。水炊きポーズって何？わかんない、教えて。眉毛のコンディションね、眉毛見れたの？やだ、恥ずかしいわ。眉毛見ないで。ほっぺ膨らませて。それは難しいな。ひよたんポーズ、ん？よく聞かれるんだ、これどこがひよたんポーズなのって。これはね、 H なの。ここが H で、 H 長い H。 金村が考えてくれたの、 M ステの待ち時間の時。嬉しかった。なるへそー。なるへそーって。明太子ポーズはわかるよ。 こんな感じでしょ。こんなん、これが明太子。今は50分だ。あと10分です。あと10分よって来た。そうなの。納豆ポーズ合ってる。こっち、こっちとかあんのかな。よいしょ。もうみんなお風呂入ったかな。お風呂入って見てるの？みんな、それともご飯中？入った。あ、仕事。あ、仕事中。え、もう10時なのに仕事？ん？もう10時なのに。この後入る、夕食前。あ、そうなんだ。これからお風呂。あ、まだみんなお風呂入ってない。勉強中？あらま。仕事帰りか、大変だわ。明日仕事だから応援して。頑張って。
頑張れダイエット中。え、本当に頑張って、無理せず。塾帰り、わお疲れ様、塾大変だわ。これは元気出るわ。あら、よかった、元気出して。元気なかったの、疲れ吹っ飛んだ。あら、そう、よかったよかったこれから仕事、え、これから、え、めっちゃ夜からだ。お疲れ様です、頑張ってください大変だな、みんな。ウィンク、ウィンクできるよ、いけよ、うん、どうよ、ちょっと上手くなったと思うんだけど、自分的に。こっちはもう無理だね、こっちダメ、こっちはギリどう、あ、やるやん、だって。そうでしょ、できちゃうんだよ苦しそうって言われた。え、ひよたんのインクって苦しそう。そっか、言われたことなかったかな、ちょっと。眩しいんかなって感じ嘘、眩しそうだった、嘘でしょ。うまいと思ってたけど、自分的に今いけてたって思っちゃった。いけてなかった、ギーって感じ。あれ、うまくはない、あれ、本当に厳しめね。さぞうまいウィンクができるんでしょうね、じゃあ、あなた喧嘩欲しい嘘です嘘です、ウィンク難しいよね、何かに攻撃されてるみたい。あれ、なんかウィンクダメだなひよち呼ぶのあり、うん、ひよちって呼んで、嬉しい、ブリッコ、よし、やってやったぜバチボコ怒ってないよ、全然。ぎこちない、あら、かわいい、だって、ありがとう次いつショールームやる、え、次いつやるかな、じゃあ明日やろうか、明日嘘雨がすごい、あら、ほんと今すごい雨降ってんの、あら、あと7分で終わるよ、どうする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 、何する、私と言って、私少し猫背、え、バレた、嫌だ、猫背とか言わないでよん。でもひよた最近ちょっと猫背気味なの、直さなきゃ。今どう、いいんじゃない、ハート、通りもん、博多通りもん、指歩きしたいしたい、ひよたうまいの指歩きこれ目が綺麗、本当に、あら、嬉しいわ、ね、この指歩きはひよた本当に永遠と、もう最近のほら人間みたいでしょひーちゃんが会いたいって本当、誰が言ってたそれ、本当に、それ本当の情報かな、ひーちゃんが会いたいって言ってない、ひよたも会いたい、でも嘘の情報だったらどうしよう、その情報って何って感じだけどそう、指歩きめっちゃうまい、そうでしょ、ひよた指歩き本当にうまいの。でもメイクさんの前で披露したの、これを見ててくださいってしたら、なんかもうまたやってるよって呆れられました。おかしいな、
え、なにひーちゃんがショールームやってるの今。ひーちゃんショールーム、そうだったんだ、ひーちゃんやってるんだ、知らなかったわ。指歩き意外と皆さんできないですよ、こんな滑らかに。うまいんだからこれ。みくぎちゃんがひよたんの肌褒めてた、本当に嬉しい、肌綺麗ってこと、本当嬉しいわ。意外とむずいだってでしょ、指歩きって意外とむずいの本当に。みんなさ、なんかさ、またやってるよみたいな目で見るんだけど、ひよたのこと、これ難しいんだからね本当に。髪きれい、嘘、嬉しい。最近ヘアケア頑張ってるんです。一回ブリーチしたら髪がとんでもないことになっちゃって、それから髪をいたわるようになりました。はるはるの方がうまい、本当に。明日会うから やってって言ってみよう。今はねブリーチしてないよ。おでこ見して、やだ。見せません。早くライブ行きたい、だってわかる、日向のライブって超楽しいよね、めっちゃ思うそれ。え、あと3分、4分です。待って、ちょっと煽り気味で言っちゃった、ごめんなさい。4分だよ。パーソナルカラーってなんだっけ、何べみたいなやつ、そんなの気にしたことなかった、何でもいいよ。ヨダ、マリーちゃんとショールームやりたいな、いつか。でも自分から言うの恥ずかしいから誰か伝えてください。あ、MBTI はそう、すずにやれやれってすごい言われてやったんですよ。なんだっけ、仲介者みたいな、忘れちゃった、なんだっけ。手は大きいですか、大きいかな、わかんない。手でっかって言われた。待って、手でかいって初めて言われたんだけど。本当？ビッグハンド？本当に？手でかいかな？手でかい？でかいか。じゃあでかいことにしようか。でもまあなんか手大きい方が何でもできそう。わかんないけど。てか料理とかもうまく作れそう。違う？ニブちゃんは本当に指が長いの。ニブちゃんって一回こうやって合わせたことあるんですけど、指がもうひよたよりこんな、羨ましい、指長い人。それは持ってる、嘘つけ。最近料理してる？生きていくためだけの料理みたいなのはしてます。そんな凝ってはしないですけど、生きていくためだけの料理はやります、やるようになりました。配信ありがとう、だって、え、もう行っちゃうの、あ、待って、あと1分だ、あと1分だって。じゃあ最後スクショタイム、 何ポーズ。3分、あ、確かに3分で、3分遅刻したから10時3分までやろうかな。勝手に時間変更する人。ひよたんって毎回ほんとさ遅刻しちゃうんだよね、ショールーム。仕事は遅刻しないよもちろん、でもショールームはんー、まあ、いっかって思っちゃった。みんな許してくれるかなって。そう、前回も延長したの、
先生イージーモード、そうだよ先生はイージーモードです帰り気をつけてね。ありがとう、気をつける。インスタフォローしました。え、嘘、優しい、ありがとう。許す、だってありがとう。ほくろ書き出した、今日書いてない、書いてくればよかった。ほくろ大好き。傘差しに行こうか大丈夫よ、自分でさせそう。飛ばされないようにね。そう、大丈夫、飛ばされなそう。マイメロディーみたいじゃん。よっと、夢に出てきてください。もちろん癒された、よかった。迎えに行こうか、うん、大丈夫初見です。あ、遅い来るの遅すぎる虫いるって言ってごめんね。うん、大丈夫また配信してね。うん、もちろん大好き、ありがとう指すま、指すまは明日やろ。うん、おす、大好き、ありがとう。うん、あ、リングかわいい、嘘、ありがとう。うん家まで泊まりに行こうか。うん、来ないで終わり、うん、もう終わり愛してます、ゆうたんもありがとねー大好きだって、ありがとう。ゆうたんも大好き。そう、飛ばし気味でしょ、最後だもん。より多くの質問答えるべきでしょ、わかんないけどバイバイだって。え、もうみんな行くの、嘘でしょ。待って待って、まだ行かないでよ、あと2分だよ。だってもう2分もやんない方がいい。前歯ください、やだよ、前歯はあげられない。大好きだね。ヘルローズ、わかる、ヘルローズってさ、みんな知らない曲だよね、きっと。知る人ぞ知るぐらいの曲だよね。いつかなんかで披露できたらいいなって思います。めいめいさんとひなと私の3人のユニットがあるんですけど、なんかのイベント、配信ライブみたいなやつでは多分やったんですよね、1回だけ。でも音源化もされてないから、いつかどこかで披露したいですあ、そう、声春だ、声春のイベント配信ライブみたいなが1回だけあって、そう、それで披露したんですよね。ヘルローズ、ヘルローズまたやりたい。なかなかやる機会がないので。ヘドマン曲、スパイファミリー、スパイファミリーだっけ、スパイ自己嫌悪、スパイファミリーって言われてたっけ、あれ、トークで送って、トークでは送りません、すいません、お時間です、お時間だ、バイバイ、ありがとう、さよなら、今日は来てくれてありがとうあれあれ、これどうやって切るの、あれね、なんかさ、できないできない、どうやって切るの、誰かやり方教えて待って、これ切れてるのか、これ切れてますか、これは切れていないな、これは切れていないだと、どうやって切るの、わからない、わからない、切り方わからない、どうやって切るの。